オパールオーキット、オパールオーキット、またはオオ、オパールオーキット、オパールオーキット、1950年10月23日から1972年10月は、オーストラリアで生まれ、日本で走ったサラブレット競争馬である。当初は、地方競馬の大井競馬に所属し、1954年に、天皇賞、秋に勝って、外国産馬として38年ぶりの優勝を果たした。 繁殖名はオパールオーキッド。オパールオーキッドは、第二次世界大戦終結後に再開されて間もない、時代の競争馬である。当時の日本では競争馬が不足していて、臨時的に外国からの競争馬の輸入に頼った時期だった。日本国内の競争馬の数は、太平洋戦争の結果、半分に激減してしまった。戦争中、競馬場が、 軍に接収されたり、競争場の資料や停鉄などの物資が手に入らなくなって、競馬の開催が困難になった。また、競馬関係者や馬主の中にも召集されたり戦死する者が出て、経済的、法的に競争場の所有関係の維持が困難になった。競争場が売れなければ生産者も生産を控えたり、軍馬や市役場などの実用馬生産に切り替えたりして、 競争馬の生産数も落ち込んだ。競争馬も群馬として戦地に送り込まれたまま帰ってこなかったし、生産地も戦争で荒廃した。さらに、群馬育成、統制の方針は GHQ によって大転換されることになったが、全国に設けられていた国営の種を数末なぎ用施設や官民、中央地方のサンバ推進、統制組織の解体、馬さんと競馬に関する。 様々な法令の執行、馬に関する資料の喪失は生産地に大きな打撃となった。それでも終戦後すぐに娯楽としての競馬が再開された。しかしすぐに競争馬の数が不足することになった。競馬場ではほとんどのレーエスが三頭や四頭しか出走馬が集まらなかった。一方、馬産地で問題になったのは 決闘の更新が行き詰まっていたことである。純血種であるサラブレットの外国からの輸入は、露光橋事件が起きた1937年、昭和12年の政府党最後に10年以上耐えていた。終戦の時点で、日本国内で強用されていた内国産サラブレット種母場58頭のうち54頭が、わずか10系統に集中しているという極端な状態に陥り、 近親交配が行き過ぎてしまう懸念があった。とはいえ、日本国内は外貨不足で海外から種ボバを買い付けることは不可能だった。そんな折、1948年昭和23年に日本農園の流行が馬産地を襲った。当時の日本には約100万頭の馬がいたが、この年日本農園を罹患した馬は3224頭出て、 10月初めまでに、このうち1055頭が死んだ。アメリカの競馬雑誌、ブラッドホースでは、特集記事が組まれ、日本のサラブレッドの半数が死滅してしまった、アメリカ競馬界から日本に対す行為の証として、種ボバと競争場を贈呈しようと報じた。これとは別に、1951年、昭和26年に、アメリカのカトリック系の慈善団体が、寄付金をもとに、 日本へ援助物資を輸入することになった。競馬会ではこのつてでアメリカで購入した競争馬、シュボバを日本へ持ち込み、日本で売却する計画が持ち上がった。この年9月にサンフランシスコ講和条約が締結されると計画が実行に移され、11月にアメリカのカリフォルニアで買い付けた50頭の競争馬が翌春、1952年春に日本に輸入された。 これらは農林省と軽種場生産農協によって行われ、輸入された50頭はすべて国営競馬の場所に割り当てられた。このほか、白井新平も独自にアメリカからのサラブレッドの輸入を行った。この時期アメリカから輸入されたサラブレッドは米サラと呼ばれた。国営競馬は1948年、昭和23年に、 旧来の日本競馬会に代わって創設されたのだが、従前の競馬が日本サンバの改良を目的とし、外国サンバの出走を大きく制限していたのに対し、国営競馬の規則では、こうした制限が一切撤廃された。米皿が競馬場でデビューしてみると、次々と新馬戦を勝った。そのため初めのうちは、米皿によって日本国内のサラブレッドが駆逐されてしまうのでは、 ないかという不安が大勢を占めていたが、時間が経つと米皿の優位は失われ、距離が伸びると日本産皿ブレットの方が優勢になった。米皿の方が早く生まれた分、2歳の若馬時代には成長に差があるのと、血統的に短距離向きであるとみなされるようになった。一方、大井競馬を行っている東京都と特別区競馬組合らは共同で、得意気位 鈴木伊佐ムをオーストラリアに派遣し、1952年、昭和27年5月に2歳と3歳の貧馬、合わせて30頭を輸入した、ゴーサラもさん。競馬協助会幹事の津軽義高伯爵競走馬17頭、妊娠中の貧馬7頭を購入した。これらのオーストラリアニュージーランド産のサラブレッドは、ゴーサラと呼ばれた。ゴーサラはもっぱら南関東公営競馬の場所に、 抽選馬として配布された。オパール・オーキッドもその中の一頭である。これらのゴー・サラはすでに競争年齢に達しており、オパール・オーキッドも11月に、大井競馬場で、初出走した。オパール・オーキッドは輸入された時点で、競争年齢である2歳に達しており、1952年、昭和27年11月に、大井競馬場の、ゴー・サラ、オセアニアサンサラブレッドの限定戦で、 初出走を果たした。初勝利は3歳になった翌1953年、昭和28年1月で、その後、夏までに発祥をあげた。この頃、大井競馬場で、オパール・オーキットと並んで両席をあげていたのが、両馬の、ゲーリーという頻馬で、ゲーリーも、オパール・オーキットと同様に掘り皿である。この時期に、オパール・オーキットとゲーリーで1、2着を占めた競争が8回、あった。 この年の後半には、オパール・オーキッドはワード賞、浦和記念、大井記念、川崎記念などの競争に出て抗争しており、12月までにワード賞1回、浦和記念1回、黄金賞1回と優勝した。ただし、これらの競争は、現在のワード賞や浦和記念、大井記念などのように年に1回の重賞競争ではなく、年に何度も行われる上級戦のような扱いである。 1954年、昭和29年に4歳になってからも、同じように出走を続けたが、3歳の頃は、負担重量が50キロか51キロ程度だったのに、対し、4歳以降は56キロから58キロを、背負わされるようになった。特に6月から7月にかけて、ワードショーや、開国記念、川崎競馬場、ダート2600メートルを買った後は60キロを、 超えるる量を負担することになった。日本の名馬、名勝負物語によれば、この頃のオパールオーキットは、名品の名を欲しいままにしていた。58戦19勝2着13回の成績を挙げ、約600万円の賞金を獲得した、南関東ではもはや目標とするべき競争が、尽きてしまったオパールオーキットは、この夏に、天皇賞を目指して、中央競馬に移籍した。 オパール・オーキッドは10月上旬の東京競馬場で国営デビューを果たし、初戦の1600メートル戦で勝利を挙げた。これに続いて10月中旬のメグロ記念2500メートルにドムが最下位になり、翌週に中山競馬場で1800メートルの条件戦を勝った後、11月中旬の中山記念2400メートルでは再び最下位になった。このように、 条件戦を勝っても距離が伸びて、一流馬が相手の重傷では、戦して2回とも、最下位だったことで、オパールオーキットに対する評価は低いものになった。中山記念で最下位になった翌週、東京競馬場で1800メートルの条件戦を、勝つと、オパールオーキットは、さらに翌週の天皇賞、秋に駒を進めた。1954年、昭和29年の天皇賞、秋は、 外国サンバの出走が解禁されてから、初めて実際に、外国サンバが出走する競争となった。出てきた、外国サンバは、オパールオーキット、ニュージーランドサンバのロイヤルウッド、大井競馬から、オパールオーキットと共に移籍してきた、ゲーリーの三頭である。天皇賞、秋で中心視されていたのは四歳品馬の、チェリオーだった。チェリオは、前年三歳の時にお馬に混じって、 サツキ賞や東京優秀、日本ダービーで一番人気になった馬で、この天皇賞、秋の直前には、中山記念、2400メートルで60キロを背負って優勝しており、天皇賞では56キロで出走できることから有力視されていた。その競りを10月のメグロ記念で破っているのが、外国サンバの一頭、ロイヤルウッドである。関西馬のロイヤルウッドは、 国営競馬がニュージーランドから輸入した馬で、前年3歳時には北海道や関西で6連勝を挙げた。今年は4歳になって夏にナルオ記念も勝っている。ただし、体調面には不安があり、天皇賞の直前にも腹板で最下位になったり、調教を休んだりしていて、天皇賞直前の前哨戦である中山記念を回避して天皇賞に出てきた。 この二頭に次ぐのが剣山と大コロンブスで、それぞれ前哨戦の目黒記念、中山記念の二着馬である。オパールオーキットの両馬、外国三馬のゲイリーは、天皇賞の約1ヶ月前、10月末に短距離半で1100メートルを勝っていて、長距離の実績がないが、帰って未知の魅力があるとして、直前の日経新聞では穴馬として取り上げている。一方、 オパールオーキットは、朝日新聞、毎日新聞、日経新聞の3種の直前の事前予想記事では、一切触れられてらず、毎日新聞に至っては、出走する見込みのある11頭の中にすら挙げられていなかった。にもかかわらず、競争当日の馬券の売り上げでは、最終的にオパールオーキットは4番人気に、支持されている。天皇賞当日は、小雨の影響で、 コースにはあちこちに水溜まりができるほどの不良馬場となった。競争が始まると、オパールオーキットのペースメーカーで人気ウスのゲーリーが逃げたが、道中半ばで失速し、三番人気のロイヤルウッドが変わって先頭に立った。しかし、これらを三番手で見ていた一番人気のチェリオが先頭を奪い、そのまま第四コーナーを曲がって直線に入った。オパールオーキットは、 直線で後方から追い込み、残り200メートルで先頭に立つと、2着に庭新反差をつけて優勝した。2着には6番人気の大コロンブス、3着にはクリチカラが入った。チェリオは4着、2番人気のツルギさんは8着、3番人気ロイヤルウッドは7着、逃げたゲーリーは最下位だった。この結果、1916年、大象5年以来、38年ぶりに、 外国産馬が天皇賞全身の提出後焦点を含む多かった。優勝馬所の三坂茂之は優勝立てと賞金150万円を獲得した。外国産馬が天皇賞を勝ったことで様々な意見が出た。当時の朝日新聞は不良馬場のためペースが遅かったことが幸いしたとし、番狂わせ、惑星と評している。また、東京新聞の記者。 渡辺高正は、天皇賞を外国三馬が勝つことは問題であるという趣旨の文を優秀に寄稿した。一方、競馬ガイド社の中澤忠和は優秀で、天皇賞の外国馬への解放に行って、今後外国の一流馬が日本へ遠征してくる講師になるのではないかと歓迎する記事を書いている。なお、翌年1955年、昭和30年の天皇賞、秋では、 外国サンバのファイナルスコアが花さの2着に入り、さらに次の年1956年にはオーストラリアサンバミッドファームが天皇賞秋に勝ってる。天皇賞は1971年から再び外国サンバの出走不可に転じ、2000年に解禁されるまで外国サンバが出走することはなかった。オパール・オーキットは天皇賞優勝後、 1955年に南関東公営に戻った。春まで南関東では発戦したが勝ち倉がなく引退した。なお、両馬のゲイリーは1955年も中央競馬で走り、63キロや66キロを背負って勝利を挙げている。引退したオパールオーキッズとはオパールオーキッドの名前で繁殖品馬となった。 3区には1960年の大オライト記念を制したオバールを平和賞を制した後中央入りし、優秀品は多く好きの賛成緑等がいる。1990年代には萩野ピリカが小倉競馬場の1000メートル戦で当時の日本レコードタイム56秒4を樹立した。萩野ピリカの3区を通じ2000年代まで3区は減存した。 オパール・オーキッドは、父、母ともに、オーストラリアで大成功をしている系統の出自で、当時の水準では極めて良い血統のサラブレッドだった。オパール・オーキッドの、父馬、マッカーサー、マッカーサーには、血統上の特徴としての近親交配、四四が見られるとはいえ、競争成績、守護馬成績には特筆すべき点はない。しかし、祖父マルコニグラム、マーケーニグラムは、 オーストラリアで大成功した主馬である。マーゴニグラムは、イギリス産のサラブレッドで、1928年に、サセックス・ステークスに勝っている。この不景はを経て、ロックサンドに遡る系統で、戦前には、名範食品馬のフリッパンシー、三冠馬セントライトの、母、スゲヌマ、日本ダービー優勝などを出している系統である。ロックサンドはアメリカで大成功した主馬だが、 トレーサリーはアメリカからイギリスへ逆輸出されて、セントレジャー、エクリプスステークス、チャンピオンステークスに勝った。しかし、最高峰のアスコット金牌では、競争中に防観がコースに乱入して、戦闘を走っていたトレーサリーの手綱を引っ張り、トレーサリーは転倒して、競争中止になってしまった。トレーサリーは引退後、シュボバとして、イギリスとアルゼンチンを行ったり来たりして、 両国で活躍馬を排出した。トレーサリーの子、アボッツ・トレースアボッツ・トレースは長距離戦のセントレジャーに勝った馬だが、その3区は短距離に強かった。ジム・クラック・ステイクスに勝ったザ、ザブラック・アボット、ザブラック・アボットや、サセックス・ステイクス勝ちのマルコニグラム、グレート・ジュビリー・ステイクス、1マイルイコール約1608メートル、勝ちのアッツ・スピード、アボット、S ・スピードが、 その代表的な産区である。マルコニグラムはオーストラリアに輸出されてタネボバとして成功した。1935年のメルボルンカップ3200メートルに勝ったマラボー、マラボー、1939年に AJC ダービーと VRC ダービーをセールなどして3歳チャンピオンとなったリーディング、リーディングを出している。 その子の中には日本に輸入されて活躍したものもある。この系統で、オパールオーキットと同時代に米皿、ゴー皿として活躍した主なものは、三月、朝日杯三歳、ステークス、ファイナルスコア、天皇賞二着、サスケ花、最優秀三歳品馬、金光、福昇などがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。